全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。あなたの周りに怒ってばかりいる人っていませんか？そういう人ってたまたま今怒っているっていうわけではなくて、いつも何かに怒っていませんか？それに関連して海外の4コマ漫画に面白いものがあったので紹介します。あるところで男性とネズミがこんな言い合いをしています。男性、すいませんがあなたが先週言ったことにカチンと来ています。ネズミ、そうですか。でも私はこれからも自分が思ったことを言い続けますよ。男性、でも私は頭に来ているんですがね。ネズミ、そうですか。男性、どうしてくれるんですか。ネズミ、わかりませんね。その後、最後のコマでネズミと豚がこんなことを言って締めくくります。ネズミ、そして彼の怒りが爆発したんだよ。豚、彼の人生は不平不満だらけなんだろうね。この4コマ漫画を見てあなたはどう感じましたか？いつも他人の悪口や怒ってばかりいる人からするとこの漫画は意味がわからないと思います。一方、自分は人の悪口は言わないけれど周りに怒ってばかりの人がいる場合は最後のオチには納得するはずです。怒ってばかりの人っていつも何かにまたは誰かに対して怒りをぶつけてますよね。でもそんな人ほど幸せそうには見えません。4コマ漫画のラストで豚が言っていたようにその人の人生は不平不満だらけに見えてしまいます。怒ってばかりの人の人生が不平不満だらけなのはその人の勝手ですが、そんな人と関わってしまうと大変です。自分に対して怒りをぶつけられたり、そうでなくても他人の悪口や批判を聞かされたりするなんて迷惑でしかありません。一時的なものであれば何とか我慢できますが、日常的に怒りやネガティブな言葉を聞かされてしまうと無意識にマイナスの影響を受けてしまい、こちらの精神状態が不安定になってしまうこともあるのです。もしかしたらこの動画を見ているあなたも怒ってばかりの人に絡まれてしまい心が不安定になったことがあるのではないでしょうか。私にもそのような経験があります。だいぶ前の話ですが、いつも誰かに怒っているタイプの人と仕事で関わっていたのです。最初は我慢して話を聞いていたんですが、だんだんとその人と話をするのが嫌で仕方なくなっていったんです。最終的にはその人から離れることで心の平穏を取り戻しましたが、あのまま関わり続けていたら気持ちはどんどん落ちていたことでしょう。このような経験もあり、私はいつも怒ってばかりいる人や他人の批判ばかりしてくる人とは距離を置くようにしています。自分の人生に悪影響を与える人と距離を置くというのはうつ病の治療においても使える考えです。もしあなたの周りに悪影響を与えてくる人がいるなら一度距離を置いてみてはいかがでしょうか。嫌な人から離れてストレスが軽減されればそれだけでうつ病の症状も和らいでくるはずです。それでもうつ病が改善せず治療開始から1年6ヶ月経過しても働けない状態が続いているのなら障害年金を受け取れるかもしれません。うつ病での障害年金の審査はとても難しいので専門知識のない人が自分で手続きすると審査に通らず年金が受け取れない可能性もあります。自分で障害年金の申請をするのは難しい、大変だと感じているのなら、ぜひ私たち全国障害年金パートナーズに代行を依頼してください。あなたの障害年金を私が代わりに手に入れてきます。ただ、あなたも同じだと思いますが、私も怒ってばかりいる人とは関わりたくありません。なので、もしあなたがいつも誰かの悪口ばかり言っていたり、怒ってばかりいる人なら、私とは相性が悪いでしょう。そんな人は私に依頼しないでください。逆に怒ってばかりの人に苦しめられてきた経験がある人なら私とは相性がいいでしょう。ぜひ全国障害年金パートナーズに依頼してください。あなたからの連絡をお待ちしています。うつ病で経済的不安を感じている人は魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、
あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。